ライはトゥルー、あなたは信じる、ちまたに転がる都市伝説紹介チャンネルのもっこきです。はい、浜さんのトイレです。はい、今日は月曜日ということでやってまいりました。週刊都市伝説ニュースの時間です。あ、さらりと月曜日になったんですね。そうです、もう月曜日固定しようかなと。はいはいはい、はい、もうこれを聞いたら今日は月曜日だと、もう今週も頑張ろうぜと思ってもらえたらいいなと思いました。なるほどなるほど。はい、今回もですね、気になるニュースがたくさん入ってきております。本日のトピックスはこちらです。はい、再び日本をパンデミックが襲う。もうえって、長引く戦争の理由が判明。南極の大穴の謎、新発見された光る生物。今日はね、みんなに興味があるテーマを持ってきたっていうのもあるんですけど、多分投薬が全部食いついてくれるやつを持ってきた。もう確かに絶対楽しんでもらえると思います、ね。はい、最後までご覧ください。新ウイルスと観光客の恐怖、うんうん、またしても新しいウイルスが見つかってしまいました。おその名はフラート。ジェラートは好きなんですけどね。そうやったらもう無限に食べたいわ。まあね、はい、フラートはオミクロン株の一種だそうです、うん、アメリカの下水道で発見されたんですって。汚そう。まあでもちょっと正確なね、期限は分かっていないということなんですけど、はいはい、まだ感染者が増え始めた段階で感染力がめちゃくちゃ強いということなんですけども、危険性に関してはまだ判断できるタイミングじゃないやって。あ、フラッとしてるんやね。ふわっとしてるね、そういうんやったらね、はい、発熱や悪寒、咳、息切れ、倦怠感、筋肉や体の痛み、頭痛、味覚の喪失、喉の痛み、鼻水、吐き気や嘔吐、下痢といったですね、まあそれほど今までのウイルスと症状は違いはありません。突然フラットアーサーになるとかもないないですね。あ、そうですか。急にフラットアーサーし、地球は平面ですって言い出したらちょっと怖くない、そのウイルス。そうだから怖いなと思って、うん、それはもうちょっとね、世界的に危惧されてもいいと思います、うん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 、ただこのアメリカではこのフラートが夏の感染を拡大するのではないかと警戒を強めております、まだアメリカでもそれほど感染が広がっていないので、ここ遠く離れた日本などで安心と思っている方多いと思うんですけども、もしかすると日本でも爆発的に広がってしまう可能性があるんですね。もしかして、はい、おフラートによって今日冴えてますね。やめて、蚊もちょっと怖いんやから。いや、蚊怖いですよね、はい、その理由、急激に増加している海外の観光客なんです。今めちゃめちゃ来てるよね、ジャパン人がね、あってね、だからボウフラ、蚊がね、いろんなエボラ出血ですとか媒介するって言うじゃないですか、はい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 、だから観光客を別に蚊に見立てるのは良くないんですけども、そうやって媒介するね、人の行き来がたくさんあるとリスクってあるよね。僕たちは今東京にいるわけですけども、はい、街を歩いてみますと結構外国人いません？だってお店入ったら、うん、ドンキとか公用語もはや日本ちゃうで、もう中国語か英語しか聞こえへん。確かに確かに。だから飲食店入っても半分以上外国人だったりしたい。そう、俺だってもうさ、うん、この間ジンギスカン食べたんですよ。ジンギスカン食べたら、うん、お前らのヒジュ着てる人ばっかりで、うんうんうん、ここはなんだもうどこ住んでるか分からなくなるよな。確かにね。メディアではこのゴールデンウィークにオーバーツーリズムという言葉で外国人観光客が大勢来ていたことを連日まあ伝えていましたね。オーバーツーリズムとは、特定の観光地において観光客の増加が許容量を超え、地域住民の生活や環境などに悪影響を与えることを指すんです。このオーバーツーリズムの影響で住民が使う道路も混雑したりとか、まあ、日常生活に影響があったり、ゴミの問題など様々な問題が発生します。いや、俺京都に住んどったから分かるわこの問題。京都って遊ぶところとさ、うん、観光地が全部一緒やからさ、はいはい、一生混むよ祇園市場で。ちなみにこのオーバーツーリズムに対する国内の対策ということで、はい、沖縄県西表島では自然体験を求める観光客の増加に伴いまして、はいはい、自然環境が劣化、地元の観光ガイドに免許制を導入したほか、今後は立ち入りの人数の制限などを導入ということで、そうなんや、なるべくここ自然のところでね帰省するのもちょっと嫌な気持ちになりますけど致し方ないね。他にはですね、広島県宮島地域では日本三景の厳島神社など一部の人気スポットにだけ観光客が偏るのが課題とされていまして、そう、ね、混雑解消のために宮島訪問税を新設。通行税みたいなもん。そうだからね、今後ね、こう二極化されていくとかさ、ドーナツ化現象がより加速するとかさ、いろんなところで地域格差って出てきちゃったりするわけじゃないですか。だから例えば埼玉県から東京に出るためには税金かかるみたいな時代も来るかもしれないですよ。確かにこれマジで、ね、だからこういうことをね、サイレント税をかけて意識をどん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 なんかそういう当たり前にしていこうみたいなネットもちょっと見えたりするんですよ。なんか宮島地域なんかもうちょいうまく活用したいよね。まあそうね、ちょっと商売が下手というか、うん、あんまそういうことでなんか今まで頑張ってきたわけじゃなくて、僕たちの中で心にあるなんか美しい景色の場所じゃないですか。そうそうそう、だからアコギなことをこうしてまでみたいなイメージじゃないもんね、うん、やっぱり。で、国土交通省によりますと令和元年の約
3200万人をピークに減少していた外国人観光客は5年にはですね約2507万人に回復しました。まあまあコロナやったからね。うん、そうです。今年3月まで856万人と過去最高を記録しており、通年で過去最高となる見込みになっております。まあ円安ですね。はい、まあそれぐらい外国人観光客が増えているわけですが、まあまあ理由はね、戸谷君が言ってくれたような歴史的な円安の影響ですね。現在東京は世界40の観光地を対象にした滞在費用の安い観光地ランキングで今4位ですって。しかもなんか、あの海外が選ぶその行きたい旅行先ランキングも1位なんでしょ。すごい。そうね、トリップアドバイザーが選んだら。そうなんですよね。他としてこのようなランキングになっております。でもこの中やったらやっぱりね、どうせやったら日本行きたいっていう人多くなってもね、そうよね、おかしくないよね。円安の影響もありまして、現在外国人観光客が大量に日本に押し寄せてる現状です。でこれにより現在日本に存在しないウイルスの変異株が国内に持ち込まれる可能性は十分にあるよね。あり得るよ。ちょっとまたなんか流行ってたりするよな今。ゴールデンウィークでなんかかかっちゃった人多いと思うんだよね。そうね。また例のウイルスがインフルエンザなどと同じ5類感染症となってちょうど1年が経つんだけど、現在は以前のように行政による外出自粛要請などもなく、医療機関で普通に受診を受けられるようになりましたね。感染者数は現在12週連続で、まあ、減少していると言われてます。落ち着いてきてるようにも見えますけども、そうね、ただ川崎市健康安全研究所の岡部参与によりますと、インフルエンザと比べて流行シーズンが終わっても居座るような病気だ。人々が注意しなくなると感染者数が増えるので、一定の感染対策は引き続き必要だと指摘しております。夏に向けて外国人観光客がさらに増えることは予想されます。未だ国内では見つかっていないウイルスが観光客の増加によって持ち込まれる可能性は十分にあり得るということなんですね。歴史的な円安により観光業が盛り上がることはとってもいいことなんですけども、経済活動を優先させたいがために、日本だけで再びパンデミックになる危険性もあるのではないでしょうか。そうね。どうですかここまで。なんか今アメリカとかから見たらさ、もう日本が貧乏の国やみたいなことが言われてるらしくて。言われてるよ、バイデンさんはね、はっきり言ってますけど。寂しい。うんうんうん。やっぱりね、海外に向かうその便とかはもうガラガラやのに、あっちから来る便はめちゃめちゃ混んでるとか、うんうん、観光業が盛り上がるのはもちろんいいことなんやけど、うん、日本ももっとね、ちょっと頑張っていってね、またいろんなね、海外旅行とか行けるような国になったらいいなと思いますけどね。俺ら来月、イギリス行くやんか、ロケね。いやもうあれも、泣いてる。あれだってさ、数年前から 1.5 倍くらいですよ、見積もり出した時から。まあその分いい動画撮ってくるんで、皆さんたくさん再生して応援してください。よろしくお願いします。本当に頼む。はい、続いてのニュースです。笑う死な商人。5月7日ロシアのプーチン大統領の通算5期目。5期目なんやね。もうすごいね。就任式がモスクワのクレムリンで行われました。任期は2030年までの6年間ということです。独裁ですよね、ここまで来ると。まあ、就任式に対しては日本政府も招待を受けていましたが欠席。日本だけではなく多くの国が式典を、まあ、欠席しております。これ理由わかりますか。体調を崩したんかな。いやいや、もう学校サボる理由と一緒やん、そんな。心配やね、風流行ってるから。いやもうそれ風邪なんや、そこは。パンデミックの話してて。あ、そう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 。違います、やっぱウクライナロシア戦争ですよ。あ、やっぱりそうですか。2022年2月から開始され2年が経ちましたけども、一向に終わる気配が見えておりません。多くの国がどのように対応するか悩んでるという側面は確かにありますけども、実は戦争を終わらせたくない存在っていますよね。それが死の商人。武器商人ですか。はい、兵器を販売している企業ですね。ロシアにおいてプーチン大統領を強く支持しているオリガルヒという派閥が存在するんですけども、ロシアの新興財閥たちの総称だそうです。オリガルヒはウクライナ南部のクリミアを占領した2014年から2023年までにロシア政府から少なくとも約3700億円の戦争事業を受託しているということですね。オリガルヒの企業の CEO81 人のうちなんと63人が雑誌フォーブスの世界長者番付に入っています。すごっ。ちなみに2024年の長者番付にはロシア人が120名いらっしゃるんですけども、全員の総資産額約82兆5000億円。すごっ。ブラッククラブやで。そうね、こいつら、ね、前年から 13% 増加ということで、確実に戦争で儲けている人たちがいるということですよね。いるね。ロシアに対しては厳しい経済制裁が行われているのに、この資産額はどういうことなのでしょうか。またロシア側だけではなく、ウクライナ側に対する死の商人も利益を上げております。ウクライナといえばこれまでドローンによる成果がたびたびニュースにも取り上げられていますよね。結構ね、ドローンで攻撃されて戦車がね爆発されてる映像とか見ましたけど、 そのドローンを提供しているのがトルコのド
ドローンメーカーバイカルっていうところなんだって。ウクライナ軍に供給した攻撃用ドローンが活躍したことを受けて輸出が急増。オーナーは今年新たにビリオネアに仲間入りしてます。ドローン一発作って億万長者ですよ。でもトルコアイス作った人も億万長者になってる。まあそれだったらどんどん億万長者になってください。好きなんで。もう人を殺す兵器作って億万長者になる人なんかあんま受け入れられないです僕は。まあでもね、もうロックフェラーのやり方ですから。まあね、わかりますよやっぱ。でもなんか昔はやっぱ重火器とかさ、そういうものやったけど、ドローンやったらどっちかというとこう比較的コスト安く作れて、なおかつ戦場に置く戦士の命のリスクがちょっと軽減されますやん か。ちょっとこれはどんどん流行っちゃうと思うんだよね。ドローンと登場しますね。ドローンと消えてほしいんです、どっちかだったらね。戦争はビジネスというね言葉を聞きますけども、このような事実を見ると皆さんはどう思いますか。事実ですからね。ね、利益を上げるために戦争を続けているという見方がですね、まあ、陰謀論チックにも聞こえますが、これ現実なんですよね。だってね、今イランとイスラエルとこの小競り合いしてますからね。うん、そうだから世界各地で紛争が絶えないようにしてるやつらがいるんでしょうね。だって世界で戦争ない時期なんてほんまないんでしょ。どこかしらは何か争ってるんでしょ。じゃんけんで決めるんだ。なんで武器商人儲かないんや。あ、なんか争いよ。そう、なるほど。そういうこと全部じゃんけん。なんかあったよね、なんか日本でもさ、県境をどこで決めるかみたいな、毎年なんかじゃんけんして決めてみたいなとこあったから。マジそんなんでええと思う俺ほんまに。でも日本代表じゃんけん選手に選ばれるっするやん。いやプレッシャーえぐい。それ多分日本やったら分からんけど、うんうん、多分あの国とかやったら多分負けた瞬間、うん、いやそうよ。だって AKB とかでもさ、じゃんけんで選抜とか決めてたやんか。決めてた。それの何億倍ですかプレッシャーほんま。えぐい。逆に勝ち残ったらめっちゃ英雄なんじゃん。でもじゃんけんだけだから、じゃんけんプロプレイヤーの誕生の瞬間やん。プロプレイヤーってランダムだからあれは意味があるんやろ。いやでもじゃんけんで強い人っているやん。いる。だからじゃんけんプロが生まれる、うん、今度そしたら AI のじゃんけんプレイヤーとかって言うんじゃん。出てくるかもしれない、うん、でも AI は手を読みやすいかもしれない。逆にじゃんけん強い。強いよ。最初はグーじゃんけんほい、ふうふう、あいこでしょ。わかるんすよやっぱりね。怪しいわ。これ未来を見通せる能力ですから。勝ってよかったね。3つ目のニュースです。南極の穴は地下世界の入り口なのか。これ今回これが一番トワイ君が興奮するんちゃうかなと思って持ってきました。見つかった。いやこれね、穴は見つかってるやん。これが何なのかが判明したんですよ。そうそう、南極といえば都市伝説ファンにとっては夢の大地、まあ聖地ですよ。そうですよ。数々の都市伝説が生まれてきた大地なわけですけども、はい、有名なところで言いますとこちら、リチャード・バード少将の話。南極の探検飛行中に地底世界に迷い込んだという話ですよね。なんで部屋で笑うん。いえ、このリチャード・バードさん、この話でしか出てこへん。何のせいか他にあげたのか全然分かってないからね。1947年アメリカによる大規模な南極観測プロジェクト、うん、ハイジャンプ作戦というものがありました、はい、そこに参加したバード少将は飛行中に大きな穴を見つけ、そこに迷い込みます。穴の先には氷ではなく緑豊かな世界や走るマンモスらしき生物を見たという日記を残しており、南極には地底世界への入り口が存在するのではないかというふうに言われている、はいはい、バード少将が地底世界に入る際に穴を通ったという話をしましたが、うん、実際に南極には説明不可能な氷の大穴がいくつもあるのをご存知でしょうか、はいはい、実は南極の海を覆う氷にはポリニアと呼ばれる大穴がありまして、1974年に最初に観測されてました。ところがこれが不思議な穴で、同じ場所にできては消え、数年全く出現しないと思ったら突然できるという、まさにもうなんか魔界の入り口みたいな、ね、そうね、感じで生きてるような穴でもあるんですよね、はい、ところが5月1日科学サイトサイエンスアドバンスに掲載された情報によりますと、50年にわたったこの謎が解明されたということなんです。ほう。大穴を開けた原因はなんと海流でした。南極には南極環状海流が存在します、はい、ワンピースの話してるみたいやな。この海流が例年より強い年には大穴が出現する、これどういうことかというと、海流の流れが強くなると海底の山脈、これをね海嶺と言うんですけども、この海嶺にぶつかります。すると海嶺にぶつかった勢いのある海流が例年よりも海面に近いところまで到達し、同時に海中の塩分が海面にまで運ばれます。氷に塩をかけると氷が溶けるのが早くなるという実験を小学校でもやりましたね、はいはいはい、それと同じで海中の塩分が氷に到達し氷が溶けていて穴が開くという、まあ、溶かしていくみたいな感じで、ね、ニュアンスで、ね、自然のスペクタルという結末になりましたが、まあ、ただバード少将が迷い込んだ穴はこの穴ではないのかもしれませんね。うーん、南極の全ての穴の謎が解けたとはまだ言い切れません。引き続き夢の大地南極大陸の情報は追いかけていきたいと思います。はいはいはい、どう？バード少将が穴島やった可能性はありますよね、うん、は？大穴を狙い続
続ける人たち、アナトーって言うんですけど、全然あり得るなっていう、まあ、だからこそ南極に行った時も見つけることができたんですよ。アナを、競馬の話でした前半は。何言うてんすか。いや、大穴を狙うことがやっぱ人生の楽しさみたいなところもある。大穴狙いに行ったんじゃないですよ、バード少将は。迷い込んだんですよ。だ、偶然万馬券当たったタイプですよ、これ。すごい三連単でラッキー。今負け越してんの競馬は。いや、ギリ勝ってる。ギリ勝ってるって言い方なんなん。怪しいわ。最後のニュースです。幽霊は光る生き物。もう苦笑してるやん。どういうことよ。どういうことかというと、うん、日本人の教授がまた一つ世界に功績を残されたっていうすごい発表するから。今から中部大学の大場教授らの研究チームがタイで光るカタツムリを発見しました。カタツムリって光るイメージある？ないよ。これ光んねんて。光るなよ、カタツムリが。国際軟体動物オブザイヤーコンテスト2024の大賞に選ばれた。こんな何やねんそのコンテスト。ちょっとめっちゃ初めて知ったわ。小学生がなんかふざけてつけたね、大賞みたいな感じですけども、これ見て、これめっちゃ光ってるやん。東亜くんの色よ、まさに緑で。思ったより光ってへんやん。光ってるよこれ。暗いところで見てめっちゃ光ってるように見えるよ。いやでも思ったより光ってへんやん。光ってるってこれ。ホタルの方が光ってるやろこれ。そう、ホタルも出てきます。あ、そう。コンテストは最終選考に残った生物について3月から4月にオンラインの一般投票があり、光るカタツムリが投票総数の過半数の約3300票を獲得しました。全然盛り上がってへんやんこのコンテスト。うるさいな。来年に期待してます僕らが今ね、これお知らせしてるんで盛り上がってください。むしろこれちゃんとあの始まった時教えてを紹介するから、ちょっと光るカタツムリちょっと持ってきていただけませんか。ちょっと紹介してください。ちょっと見たいけどね。発光するカタツムリの発見は80年ぶりということで、別にこの1種類だけじゃないんです。過去にもあったんですね。発光する生物といったらさっき東亜くんが言ったホタルを思い浮かべる方が多いと思うんですけども、国内ではですね、なんと58種類の発光生物が確認されております。小屋種類と覚えてくださいね皆さん。ただ今も僕たちは先人たちの研究によって光る生物がこのように生息していることを知っているわけですよね。別に珍しくはないわけじゃないですか。まあね、うん、ただ遥か昔これらの光る生物を初めて見た人はまあびっくりしたよね。実際日本の昔話に出てくる人玉であったり、鬼火や狐火といったものはこういった発光生物を見間違ってそこから物語ができたっていう説もあるんだよね。まあそうね、うん、実はホタルの中には有名なゲンジボタルという種類が存在しますけども、これなんでゲンジボタルか知ってますか。え、あるいはあのゲンジと平家のゲンジからや。そう、一説ではゲンジの武将の名前なんじゃないかということなんですけども、平家打倒の夢に敗れ無念の最後を遂げた源頼政の亡霊が蛍になったという伝説があるんですね。これ残りすぎやろ。いろんなところでね。だって何かさ悪いことだったらさ、源氏のたたりじゃってめっちゃ言われるのかわいそうじゃん、ね、この伝説から源氏蛍になったと言われております、はいはい、このように昔の人は発光生物に対し神秘的な何かを感じていたのかもしれません。もしかすると昔話や妖怪の話の正体は蛍やカタツムリの光を怖がった人がまあ大げさに話したことが発端だったのかもしれませんね。まあ、それはありえるよね。だって昔はさ、写真撮るときパシャってフラッシュ光っただけでも魂取られるってね言われてた時代もあったわけじゃないですか。確かに。だからちょっとね、自然界とはちょっとイメージしにくいものが起こったときに、 それはやっぱ妖怪って思うのも仕方ないよね。そりゃそう。以上が今回の都市伝説ニュースでございました。はい、はい、トイ君何が気になりました。やっぱカタツムリかな。おれ、一番興味ない感じ。大穴じゃなくて南極の。これカタツムリやね。今日のニュースの大穴はカタツムリの方やったわ。何やねんそれ。全然光ってへんって。もうこき下ろしてたやん。でも全然光ってへんけど、うん、ちょっと見てみたいやん。だからこれはさ、だからどれぐらいの確率なんやろな、光るやつっていうのは。なんで光るんやろね。分からへん。だってさ、うん、そんなんむしろ見つけられるやん、うんうんうん、野生としてなんか向いてない気もするんやけど、うんうん、なんか光ることにきっと意味があるわけやん、うんうん、まあそうだよ。だから昔はさ、だからめっちゃ光ってたのかもしれない。みんな光るんやけど、光ることでめっちゃ目立って敵に襲われやすいから、光るのやめようぜって退化したパターンかもしれないしね。まあ、理屈はちょっともう考察の域なんで僕は分かんないんですけど、はい、でもホタルとかさ、求愛がとかいろんなね、その仲間同士のコミュニケーションを取るとかいろいろ意味があったりするんだけど、どうなんやろねこの辺ね。これ光る理由も含めて知っていけばもっと面白いことが分かるんちゃうかなって。どうなんや、人間とかも光るんかな。ほんまは。いや全然ありえますよ。どこが光ると思う。え、股間よ。違う違う、ヒソかか。そういうね、バンダイからおもちゃも出てましたけども、はい、こちらのね、さすがに女性近寄りがたいと思うんでね、光るな。まあまあでも金玉キラキラ金曜日って言うし。どこで言ってんのそれ。あなたの地元だけちゃうのそれ。そんなことない。たくさんの X 民が言ってるよ。皆さんもね、光る生物もし興味ありましたら調べてみてください。それではまた明日お会いしましょう。バイ。君を連れて羽ばたきたい。いびつでもいい秘密の通り、夜空に飛び立つ心象の姿。
通り過ぎ